世の中がなんかおかしくなってるというかね、まずはそのダイヤモンドじゃないけど、ね、実はね日曜日の日にあのボートをチャーターしてね、あの沖に出るんですよね。で沖に出た時に岸壁だとこう片っぽしかメッセージ送れないから船でぐるっと回ってと思っていたんですけど、まあ、みんなから、まあ、天候も悪いのと、それからクルーズが、うん、土曜日の夜に出るはずだったのが、なんか米軍のあれが来るしね、それで船が出るかどうか分かんない、でそこまで無理してやるかっていうのは、俺も昔だったらね、もうその時に思いついた時は行っちゃったんですけど、さすがにこの体調、ずっと去年のね体調からみんなが心配してくれて、自分なりに反省してね、そうだな、みんなには悪かったなと思って、でついつい頭は昔のままなのかね、体はそうじゃない、ボロボロなのに、ただまあ世の中が本当にこうやって毎日、あ、他人事みたいな、今回のねコロナの問題もそうですけど、それはそれとしてやっぱりこの官僚システムというか、今までいろんなことがありましたけどね、一番やっぱり気になってる、まあこの間最近ある方にも会いましたけど、北朝鮮の拉致問題のね件なんか、まあ、あの遺骨を送ってきた時に、あれは遺骨が本人じゃないという、まあ、そんなんである学者があれしたらそれ飛ばされちゃったというね、でそのことがどこまでどうなるかっていうのは分からない、俺もね正直、まあ、そういうことも一回ゆっくりもうちょっときっと詰めた話にしたいけど、まあ、とりあえず明日いよいよ誕生日っていうことで、皆さんが一生懸命やってくれて、まあ、よくこの少人数でね段取りした、まあ、一つにはここのホテルがこれ新館になってね、その時のあれで前の個人が亡くなった女房が予約したって、ね、パーティーを77のパーティーをやるって言って、そういうこともあって、みんなが立ち上がってくれたんで、もう正直言うと俺ももういいかな、去年の状態と今年のまあ出てからの体の調子を見ながら、まあ、一生懸命リハビリやって、まあ、やっとこう本来の元気にはまだちょっと遠いんだけど、いいですかって大きな声がね出せるとこまで少し近づいてきたかなっていうんで、でまあ、あの本当にありがたいことに、こうやって何かを言えると本当に、何百人もね、駆けつけてもらえるということも本当にありがたいんですけどね、まあ、あの一つ今年はその前にも言ったプラズマの件がねいよいよ動き出しました。まあまあ、あの一つにはさっきも言った官僚システムっていうか、まあ、役所が絡むとどうにも物が動かなくなってしまう、あるいはその専門家がいてその人たちの意見を聞いてという、で今回ずっとあの原発のあれを見てる時にテレビに出てくる人たちも何人か知り合いがいても、結局あれなんかは自分の要するに俺の感情線理論っていうのがあって、要するに自分たちが専門家で自分たちが一番のあれだという自負があるんでしょうけど、そういう要するに感情線6号7号の8号とその外の人たちの意見を聞かない、自分たちが専門家一番だっていう、そんなことをね、で今我々が仕掛けて、我々というより名前挙げますけど渡辺俊幸先生という九州大学のね教授が、まあ、今回開発したプラズマというのは、まあ、そういう意味では全く彼らの常識にない外側の話だよね。でそれを要するになかなか認めさせるっていうのは難しいのか、まあ、そういう意味では俺の役割は一つのそういうことを外に向けて発信するっていう、逆に言えば外から入ってきたものに日本は弱いという、
こともあったりね、まあ、その辺を今年の、まあ、これから誕生日が77で、一つはじいさんがブラジルに行くときに77でね、まあ、船の上で亡くなりますけど、まあ、その第一目標が77だったんで、まあ昔はよく俺あんまり漫画とかなんか買わなかったんですけど、こういう少年雑誌のその中の付録の方が大きいんだよね、昔はね。だから結局77があれであったら、今度はあとは付録だから、付録がどのくらいあるのかは分かんないけど、まあそういう意味では、まあ一つのテーマをきちっと決めて、今回は世界発信をしていこうという、本当して今ずっと興行やっていうか、興行やるともうそのどの会場も満席じゃないと気が済まないっていうね、自分で最初の頃はきっぽりもしましたし、一番売った時には大阪でね、もう新日本になる前かな、であれですね、2000枚の切符一晩で売ったことがあって、要するに飲み屋の方が元気なんですね、みんなそこに来る人たちは金持ってるからみんな来るんだけど、そこのママをあれ紹介してもらったりすると、まあ、ママから言われたらしょうがないみたいな、だから一晩で2000枚かな。その頃ね、レミマルタンっていうのがね、最高級の酒で出てきたんですよ。皆さんこれはねレミマルタンってすごいんですよっていうか、そうですかなんて、それで、ついてもらったんだけどね、さあじゃあもう一杯で、しまいにもうめんどくせえやと思ってガブガブガブってついて何本かあげたら、もう逆に向こうの方が進めなくなったけどね、まあそういう当時バブルがちょうど始まったぐらいだから、元気のいい、いろいろ不動産屋のね社長とかいましたからね、まあ、そういう人たちも今どこ行っちゃったのかなと思って昔、まあまあそういう歴史を振り返っていくと、まあ非常識というか世の中の常識に当てはまらないという、まあそんなことも含めて、だからちょっといろんなことをこう法律的な政治の場に席を置いてみて思うことは、何でもかんでもががんじがらめて、なんでこんなことを決めなきゃいけないのか、そういうようなことがね、逆に言えば規制緩和じゃないけど、一時そういうこともあったけど、ますます政治家はまあしょうがない、法律を作っていく仕事ですからね、でもどうでもいいもう法律をね作っていってたり、まあ、ちょっとさっきこういう来る途中に小泉君の話が出てたんで、まあ一つは環境問題っていうね、環境大臣なんで、まあ、大臣になるってことはその辺の責任も大きいし、と同時に、まあ、彼が言ってる何でしょうね、子育ても両立させてっていう、まあ、こういうことに対してご婦人方はうんうんって納得する人もいるかもしれないけど、俺らからするとふざけんなよと、国家のね一億何千万の安全と安心安全じゃないけど、そういうものを守っていかなきゃいけない立場であり、こう子供をおろそかにしろなんていうことは言ってるわけじゃなくて、そこのやっぱり比重というね、やっぱりそこに立つ以上はその責任感というであるならば、要するにもう国会議員辞めてさ、で子育てしてから出てきてもう一回政治でも出りゃいいじゃねえのって俺らは思うのね。で結局未来のある人間だから、そういうことの体験に勝るものなしっていう、俺らがすれば体験が全然ないじゃないって、あれはパフォーマンスはうまいし喋りもうまいし、本当はきついこと言わせてもらえば、吉本のあれに芸人に一回習ってこいっていう、ね、本物のやっぱりパフォーマンスをねやるなら、まあ、これはねそういうことを言う人もいないでしょう、あの人にもうね。だからまあじいさんがたわごとだと思って聞いてもらってもいいんだけど、そういう今の政治を見た時に本当にもう話が小さくなっちゃって、電車賃ごまかしたとかなんとかみたいなばっかりで、やっぱり政治っていうのはもっと
国民の代表なんだから政治家に夢がなきゃしょうがねえだろうなと思うんでね。なんかこいつは聞いてみたいっていうことはないのかな。知ってはいるんだけど見てないんですよ。もう昔からその話もあったけど、まあ、なかなか動いてくれる人がいなくて、今回こうやって皆さんが動いてくれたんで、まあ一つにはやっぱり発信っていうのは大事なのかな。でたまたま世界中にって言っても大げさかもしれないけど、不安がいるんですよね。まあ、よくみんなびっくりする、イタリアなんかすごいんで、街歩いてると、いやもう猪木猪木って来たり、でみんなあの仲間がよくフランスとかいろんなとこ行った時に、ここでも猪木さんは知ってる、皆さん知ってるんですねみたいなね、驚く人がいるんだけど、まあ、せっかくそういうその発信して、その例えば受け手がねなければいくら発信したってしょうがないんでしょうけど、まあ、受け手がいるんであればその受け手にねこうメッセージを送って、でやっぱり一つは日本人という一つを我々がこう今考えていることを発信できればね、まあ、だからまあプラズマの話はちょっと戻りますけど、今日本が元気のない日本で、ましてや今回コロナみたいなこんな問題が起きちゃって、逆に言えば日本にもう行きたくないよっていうのはもう出てんじゃないですか。で逆に日本から発信をしてね、こういうことが新しい技術こうなんだよっていうね、まあ YouTube を通じてでも発信できればいいなと。まあバッキャオもなんかね一生懸命メッセージ書いて送りましたとか言って、明日、まあ、間に合えば披露しようかなと思って、私も3回4回かな電話では直接話したことがあって、まあ、それぞれのそういう、まあ、あのスターがいて、まあ、アントニオ猪木っていうのは逆に言えば私の名前は向こうが知ってたりするんでね、まあまあ輪をこの輪をもっともっと大きく広げていければと、それにはまあ皆さんの意見をもっとズバリ言ってもらってね、やっぱり毒舌っていうよりはやっぱり俺らがこの明日77歳になるんですけど、77年間でいろいろこう体験培ってきたこと、その要するに時代時代によって変わってきたこと、そんなことをねこれからの若い人たちに、しっかり伝えることができればなと。日本酒だとワンカップ大関っていうのがあって、あれをね55本飲んだことあってね、これは勝負したんだけど、だからロシア行って89年代にロシアのね選手をスカウトしたりして、で向こうの連中と要人も見ましたけど、プーチンさんがねその時に KGB の要するに佐藤勝君が書いてるんだけど、うん、その時はまだお茶組みしてましたよっていうくらいね。であの KGB のビルのね中にも入って、あの少年たちがみんな的を打ってピストルで実弾で撃ってたのね、まあ、そんなとこ絶対入れなかったんだけど、まあ、あのすごいあの将軍がいて、バクダーノクという将軍ね、まあ、その人にからがってもらったんで、まあ、そういうようなね本当に普通絶対ありえない3回かな、あの招待されたことがあったり、まあ、そういう一つ一つとってもあのもうちょっと俺がこうなんだろうな、知恵があってそういうことを計算できてれば、まあ、その時その時は全く計算も何もなしでただただ走りまくってましたからね、まあそういう意味では酒の話はまあそのくらいにして、みんなが聞きたいのは女性の話はって、それはさっぱりなんですよってまあ通常日本の国内で昔は蔵前国技館、はい、まあ、その後両国に変わったり、まあそれであとは野球場で川崎球場とか、あそこそ難波球場もやったことあるかな、それはそれで。で何と言っても北朝鮮の19万人の声が歓声が波打ってくるっていうか、うわーってなんかそれは分かるわけでしょ、
あの技をかけたと、それがうわわわわわわってこんな感じのあれがありましたね。あと野外ではパキスタンで10何万人とかって、私他にも、まあ、いろんな体験があるんだけど、この前白鵬と仲良しなんて、いろんな彼も一生懸命いろんな勉強してるんだけど、彼なんかは俺の体験で言うと、自分自身が上から見てるってね、自分の試合はもう一人の自分がいるみたいな、でそんなんしたら、あ、私もありますよなんてね、彼も言ってたけど、まあ、そういうどういうふうにこう説明してるかわかんないけど、自分自身がもう一人の自分が見てるっていう部分で、まあでももしかしたらそういう体験する人っていうのはごく稀かもしれない。だから観客席っていうのは動物的感性というか、特に格闘技なんかはね、やっぱりこうやったらああする、こうしたらこうする、そんなんじゃないんだよね、その直感力が。まあ、そこはだからよく、まあ、アリなんかはすごいそこのあれが優れてたんじゃないですかね。だから俺のアリ戦のあれを振り返って言えば、あのパンチ食ったら絶対に倒れてるっていうか、あのグローブの中に入ったか知らないですよ、いろんな説があるんだから。でもコブになってたっていうくらいだから、多分一発顔面のどっかに入ってればもう終わってました。それを受けないためにっていう、まあ、いろんな説があっていろんなことを説明する人がいるけど、俺なりにあれでよかったかなと思います。アントニオ猪木最後の闘魂チャンネル登録をよろしく。